テキトさん、こんにちは。私がおすすめする漫画は雨の日の傘という漫画です。ぜひ読んでみてください。はい、というわけで今回は萌えなさんのエピソード、雨の日の傘という漫画を読んでいきます。これ晴れの日の傘とかだったらんってなるけど、雨の日の傘だからまあ傘差すわなっていう、今のところね、今のところの感想はそんな感じかな。さあ読んでいきましょう。私はイチゴ。あー、雨最悪。だいぶ大粒の雨だな。あ、収まった。やば、4時だ。帰れー。4時でこの暗さってことは冬かな。次の日。お前毎日ここで遊んでんのか。ん？ポタ。あー、また雨が降ってきた。だいぶ大粒の。雨だ。どうしよう、傘ない。誰この男。す、この男が傘ないけど差してくれたのか。え、あ、どうぞ傘に。あ、ありがとう。ありがとうございますじゃないってことは知り合いなのか。一応これってあいあい傘？傘2個ない。傘2個ない、これ。まあ、頑張って隠したんだろうけど。いい、でもあいあい傘いいよね。やっぱ高校生とか中学生で学校帰りに傘一つでこう2人入って歩くっていう、これほど胸が高鳴るものないですよ。ここでいいです。気になってきた。お前髪の毛ペロペロ舐められてるよ。おー、ここで終わりか。さあ、雨の日の傘第2話読んでいきましょう。雨の日の傘。ん？待て、 LINE 交換してない。あちゃーあちゃーだね、それは。でも LINE 交換してないってことはそこまで仲良くないパターンが出てきたぞ。一生会えないの？おう、ってことは学校の同級生じゃないのか。まだバイクで追いつける。そっか、バイク乗れる年齢なんだね、一応。待てー。あ？追いついた。なんでここに？ LINE 交換してほしくて。ちょ、待って、俺鼻声すぎてさ、もう本当に花粉症ひどすぎて、鼻声なんだよ。ごめんなさい。いいよ。あー、でも LINE 交換できるのはいいね。でも制服なんか同じ、あ、違うわ。こうさ、左胸に、その学校の校章が入ってるんだけど、この子は S で、こっちはなんか立派な校章がついてるから、多分学校違うね。太一くん。急に太一くん出てきた。多分この子が、この男の子が太一くんだね。こんばんは。既読16時5分。こんばんは。明日、丸三角駅に来れます？はい。はいって。これ脈ないぞ。だいぶ塩対応だな。ありがとう。午前9時過ぎに来てください。ほう。そっか、明日、丸三角駅に午前9時に来てください。はいはいはい。なんか男の子ちょっと格式ばってて怖いな。明日、太一くんと遊びに行ける。これデートだぜ。初デート。太一くん。ありがとう、明日ね。はい。はいって、お前。うんとかさ、わかったみたいな、こう、明るい感じじゃないんだね、この男の子は。楽しみ。ああ、ここで終わりね、雨の日の傘、パート3。この服でいいかな。あ、だいぶ可愛いじゃん。なんか、胸のとこに M って書いてあるけど、何の M なんだろう。この子名前はリンゴちゃんで、リンゴちゃんと太一くんの、まあ、ラブストーリーなんだよね、多分。あ、9時過ぎだ。行こう。え、9時過ぎに駅集合だから、9時過ぎに家出たらもう間に合わなくない？まだかな。すみません、遅れました。あ、この男の子、そっか、敬語なのか。大丈夫。
あ、デートしてる、かわいい。なんかスタバのコーヒーだか紅茶だか飲んでんのかな。あはは。あれ、雨、ありがとう。お前またこの傘か。てかいい加減主人公は傘持ってこい。いや、これは男の子と相合い傘したいから持ってこなかったのか。ありがとう、今日は楽しかった。いえ、俺も楽しかった。帰ろで、まあこんなもんだよね、デートなんてね。待って、お、これは、え、お、これはまさかの男から行くパターンか。さあ最終話かな。雨の日の傘缶、断ってもいいです。はい、好きです、付き合って。いや、まあ告白するんだろうなとは思ってたけど、 LINE あれだぜLINE さ、明日9時過ぎに集合ねっつったら、はい、他の返事もはい、わかりましたみたいなそれで1日デートしただけで付き合ってくださいは、だいぶこうピュアなのかな、この男の子は。これで思いっきり振ったら面白くね。なんかオッケーする感じの顔じゃないな。喜んで。まあよかった。お母さんもう付き合ったらすぐ周りの人に言うパターンの子だこれ。お母さん、私付き合った人いるんだ。あら、おめでとう。すごいマジシャンだ。今度その子を連れてきなさいね。でも付き合ってすぐ連れてくるってちょっと怖いよね。なんか2週間とかで別れる可能性あるから、その2週間後に、あれ、あの子最近遊びに来てないわねっつって、本当は別れたんだみたいな、それが気まずいから、まあ 2,3 ヶ月ぐらいは付き合ってから連れてくるのがいいんじゃないかなとか言ってアドバイスしてるけど、どの口が言ってんだって話だよな。うん。次の日、こんにちはお前付き合ってもそのタイプなんだ。はい、こんにちは、ありがとうございますって感じか。あら、かっこいいこれえ、お前お母さんと不倫してる、もしかして。あら、かっこいいこれ。そっか、外で会うんだ。でしょ、この子ならイチゴを幸せにできるわ。もうお母さんったら。これが私の幸せな日。あはは。はい、というわけで今回雨の日の傘という漫画を読んでいきました。結局、まあ、タイトル的にはその雨の日に傘持ってなかったから、この男の子とね、出会うことができた。その傘を差してもらって、あやあ傘して、その後にデートを重ねて、まあ、デート1回しかしてないけど、デート1回して付き合ったっていう話でしたね。まあ俺ね、これ2週間後ぐらいに別れるんじゃないかな。多分このいちごちゃんがなんで LINE の時はいとかわかりましたとかそういう言葉遣いなのつって、で男が、いや、もともと私は敬語を使わないと気が済まないタイプなので本当に申し訳ございませんみたいな感じで喧嘩が始まって別れるんじゃないかな。そんでお母さんがね、ブチ切れてこの男の子ボコボコにするっていう、その将来まで見えました。というわけで今回はね、雨の日の傘読んでいきました。皆さんもね、この、萌えなさんね、結構いろんな作品を作っているんで読んでみてください。そしてこの動画がね、いいなと思ったらグッドボタン、そして、微妙だなと思ったら低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。あと、私ね、本当に2月3月は本当に花粉症がやばいので、このテンションでお送りいたします。本当にね、テンション結構高いのよ。高いんだけど、あんまり声をね、うえーとか言うと鼻あたりが張り裂けるので、裂けてこうぶち壊れちゃうので、このぐらいの声の張りでいきます。では、さようなら。